州ファニーファミと東京医科歯科大学2023年の問題を説明します。スルファニルアミドは以下の方法で化学構成することができると。化合物 H を無水酢酸と反応させて化合物 I を作ると。で、得られた I は I に塩化スルフォン酸 CLSO3H が反応した後、アンモニアと反応させてスルフォンアミド基を持つ化合物を加えると。さらに MAOH、塩基性条件下で加熱し、別の置換境は加水分解することで、スルファニルアミドが合成されると。H は弱塩基性で水に難溶性を示し、サラシ香水溶液に赤紫色を呈したと。1はスルファニルアミドのスルフォンアミド基を用い、化学式はこれこれであると。行動式を書きなさい。まあ、スルフォンアミドというのは、スルファニルアミドというのは、これは教科書に載ってますよね。載ってるけど、ちょっと覚えてるのが難しいですよね。SO3NH2 やな。で、ここが N4NH2。こういう行動式ですよね。で、これは分子式が C6H8。どれかな ?C6 やな。C6 で、H が8個。1、2、3、8個やな。H が8個で N が2つ。N が2つ。で、O が2つ。です。まあ、こういう分子式で行動式、これです。2番目、化合物 I は無色中性でアミド結合を持つと HI の行動式を書きなさい。ここにあるやね、赤紫色、サラシコでは赤紫色っていうことやから、これアニリンやな。これアニリン、アニリンで、これをアニリン、H がアニリンやな。無水酢酸と反応させると、これ CH3。CO の CH3CO が無水酢酸と反応させるとアセチル基が導入されてこうなるような HCOCH3 こういうやつができる。これ I だ。で I のパライに CLSO3H を反応させるとこれだ。資産は化繊部。これ化繊部っていうのはね、この NAO1 からずっとこのここまでが合成されるまでです。ただ、フィルド式の嗅覚、アシリキ反応を考えると、この時、スルファニルアミドとともに生成する物質は何かと言います。これね、これにね、CLSO3H。これパライに反応するな。パライにこれが反応してね。でこんな物質が出てくるな。NHCOCH3 と、でこれが SO3H か、SO3H。こんなのが できますよね。HCL が溶けて、こんなのができると。でこれで NAOH で、CL を導入して、でアンモニアと反応させてスルフォンアミド基を化合物を得ると。これでここアンモニアと反応させて、これが最終的に SO2 の NH2。こうなんだ。で、こっちが HCOCH。この物質、ここの、アミド基かな。アミド基を、ここを、嗅覚置換反応。この CO、これがマイナスで、ここプラスで、化合物っていうのはここプラスでね、で嗅覚やから、これはプラスを求めて、OH マイナスがこうやってきて反応しようかな。どうなるかというと、ここが SO2 の H2 で、ここがね、こう来て反応していくと、ここが NH2 なんだけど、こいつは OH マイナスだから CH3COOH やけど NAOH がリッチなのでこれは最終的には COONA だから酢酸ナトリウムになるんですね。はい、これです。